皆さんこんにちは、ペソでございます。覇王伝の168回目かな、やっていきたいと思います。で、前回ねちょっと言ってましたように、タダカツさん初陣で、岡部さんちょっとねバックアップに積んで行きたいと思います。はい、ということで回戦あ、そうだ、戦力見てないや、ごめんなさい。ちょっと調略ね。あ、その前にここ軍師いけんの。あー、内藤さんが軍師扱いになってる。あー、いけますね。うん、じゃあ調略だけちょっとかけさせてください。150ね、確かね後ろがそんなにもうないはずなので、押し切りましょう。はい、忠勝さん、岡部さんで、忠勝さん大将でね。はい、最大。あ、オーノー、うまかってない。あー、牙、はい、あー、誰に合わせよう。酒井さんでいいかな。400にしたいだけなので56トン買えばいけますね。もう何してんだか。ちなみに売却は今どれくらい？点で、あー、どうしようかな。2000あればいいので1343いっときましょうか。はい、うん、でこれで冬はまたね、雇えますんで。じゃあ、ごめんなさい、フラフラしましたけど、いきましょうか。はい、ここから佐久間さん2人連れて来てもらって、舞台でね行きたいですね。はい、忠勝さん、はい、で最大、最大、800ぐらい持っていときましょうか。武士は戦の中でこそ花咲かすものにござる。さあ、出陣の合図を。あー、一部隊でいけるか。はい、あー、牙勝ってなかったけど、まあいいかな。キオルでしょ。あおー、来た来た来た。うん、おそらく左上に構えるかな。
はい、平行移動でいきます。いいよと。で、あとはちょっと様子見ましょう。そんな山の中突っ込んでくることはないと思うんで、来て原さんね。うわー、減り方が一緒。あー、すごい、3500減らしてる。
さんとかもあんまりそうですね、勲功上がんなかったんだね。ああ、でも兵がね、結構増えたのは大きいですよね。治安低いなぁ。これでもあれですけどね。とりあえず治安上げよう。おう、ああ、そっかそっか、攻めた後の状態っていうことか。そうですよね、9月ですからね。はい、上市場ね。で、森下さんをちょっと移動させよう。ここにね。はい、何もいらないんで、トントントン。で、ここからね、2人、呼んでいきたいと思います。50残しでね、で、その他全部持っていきたいと思います。はい、呼び寄せ。のみさんと。さんね、271、1100で鉄砲は最大、騎馬49だけ持ってきましょうか。で144、でこれのこの状態で訓練が落ちるんで、のびさんは今動いてきたからできない。まあ来月かな。バックアップはこれで、まあ完璧とこまではいけないけど、騎馬だけ買っときましょう。牛尾さん、はい、500欲しいな、245いこうか。出ない。
からだと、あ、この2つ届くんだね。まあさっき、いや、多重偵察ができてないから、できそうな人がね、そういう感じでここの、松山城にね攻めてみたいと思います、ちょっと早めですけどね終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。